ただいまから予算委員会を開会いたします。公聴会の開会承認要求に関する件についてお分かりいたします。令和2年度総予算参案審査のため、来たる3月10日午前9時に公聴会を開会したいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。つきましては公実人の数および選定等はこれを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。令和2年度総予算参案審査のため、必要に応じ日本銀行総裁黒田晴彦君を参考人として出席を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。令和2年度総予算参案に関する理事会決定事項についてご報告いたします。本日は一般質疑を120分間行うこととし、各会派への割り当て時間は自由民主党国民の声40分、立憲国民新緑風会社民43分、公明党15分、日本維新の会11分、日本共産党11分とすること。質疑の順位につきましては、お手元の質疑通告表のとおりでございます。令和2年度一般会計予算、令和2年度特別会計予算、令和2年度政府関係機関予算、以上3案を一括して議題といたします。これより一般質疑に入ります。中西